これアッコさん、和田アキ子さんに関する話なんですね。はい。アッコさんはもうね、もう本当にこう長い方ですから、いろんな顔をお持ちで、まあ、バラエティの司会やられたりとか。うん、ただアッコさん、常々言われるのが、やっぱりこう、歌手、和田アキ子っていうのを一番大事にしたいっていうふうに言うんですね。うん、はい。本当に、歌のお仕事の時が一番緊張されるらしい。もうマジやからね。紅白歌合戦だったりとか、うん、まあ、コンサート、ディナーショーっていうと、本当、ナーバスになってしまって、うん、手がブルブルブルって震えてしまうっていう。だからやっぱりね、最高のパフォーマンスしてほしいんで、うん、周りのこうスタッフもですね、もう万全のこうケアでこうね、頑張ってくださいってやるわけですよ。うん、でその歌の例えばコンサートなんかの前に、うん、絶対にこう準備しなくてはいけないものがいくつかあるんですよ。うん、まあ水とか喉飴はもちろんですけども、うん、であと絶対大事なのが、うん、ユンケル栄養ドリンクなんですよ。でこれも僕知らなかったんですけど、すごい一番高い高価なやつ、何千円もするやつあるらしいです。はい、だから霧の箱に入ってる。もう一本何千円。一本何千円。それを用意するっていう。うんうん、で最近コンサート作家が変わってしまって、うん、そんな知らなかったんですね。でコンサート前にですね、うん、栄養ドリンク、あ、何ですか。ああそうか、お前最近変わったんやもんな。私実はな、一番高いこの栄養ドリンク必要ないや。うん、凍ってきて、あ、わかりました。あとな、これ薬局で買うと錠剤もらえんねん、サービスで。うん、それが私飲むと元気になれて、もう何年も飲んでるけども頑張れんねん、これ絶対持ってきてって念を押されたんです、うん、とりあえず言われた通り、うん、薬局走ったんですよ。はい、うん、すみません、高いやつください。あ、はい、わかりました。本当売ってるんだ。あとこれ買ったらサービスで錠剤もらえるって聞いたんですけど、うん、ああ兄ちゃんよく知ってんね、うん、くれたんです。はい、うん、ああそうなるんだ、うん、やっぱ気になったんですよ、錠剤何か、うん、これ何ですかって聞いたら、うん、男性が勃起する薬だって。ゾッとしますね。ゾッとしますね。ゾッとしますね。声も通るあの頃はぁとかいうやつがやっぱ通りがあの頃が戻ってくるんですよ。戻るないでしょ、あの頃。